道頓堀の皆さん、こんばんは。私たち10-6 です。私たちは天神橋筋界隈から関西全国を盛り上げていこうと活動しているアイドルダンスボーカルユニットです。ということで自己紹介していきます。はい、フェアリースマイルの愛嬌娘アーミーことサンダーユミです。はい、ちょっとやんちゃな歯科衛生士アンリことしつきアンリです。はい、イエローラブナーレッドスターエリリンこと赤星エリです。はい、10-6の女子役リーダー松村アンチュです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今めっちゃ映ってますよ。映ってるね。イエーイ、みんなこんばんは。ありがとう、ありがとう、言ってくれてる。さあ、このね、今ね、こう映ってるビジョンあるじゃないですか、うんうんうん、これね、皆さん写真撮ってもらって、うんうん、でね、あのツイッターで今企画をやってまして、ハッシュタグ、あのシャープね、ハッシュタグ、うんうん、RVJJP、あ、これ、うん、これをフォローしていただいて、うん、でこのハッシュタグつけてもらって、10-6っていうハッシュタグもつけてもらって、で今この撮ってるビジョンの写真載せてツイートしてもらうと、なんと私たちね、10-6人なんですけど6人の全員のサインも入ったチェキが当たっちゃいます。当たっちゃいます。いや、めっちゃ豪華ですねこれ。おお、チェキの置く場所に悪意があるね。だからちょっと気になる、こっちの方が気になるんですけど。チェキが、ね、当たっちゃいますので、写真撮ってツイート、はい、この辺のね、ハッシュタグつけてツイートしてください。はい、こちらなんですけど、うんうん、あの写真同じのやつでイコンとこになっちゃうんですけど、うんうん、2枚違う写真角度、違う角度とかから写真撮ってもらって、同じようにツイートしてもらったらね、1人2回とかでも応募できるそうなので、ぜひぜひたくさん写真撮ってください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、うん、ということでね、早速コーナーに移りたいと思います。はい、つながれ10-6。10-6。10-6って誰やねんってね、思ってる方もね、このトンボリステーションの見てくださってる皆さんの中にはたくさんいると思うんですよ。はい、そこでね、それを利用しまして、私たち10-6のイメージ調査をしていきたいと思います。イエーイ。今ね、ちょうどね、映ってるんですけどね、真ん中ら辺に街頭に今メンバーの、今ぴょんぴょん跳ねてる髪型くくってる子、相川はるかちゃん、そして隣のりなちゃんが今調査に向かってくれております。どんな調査なんですか？ね、なんかね、今こう写真持ってくるじゃないですか、りなが。そう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 、りなが持ってる写真のこう見た目だけでイメージ調査をしていきます。じゃあ、はい、早速ね、一つ目のイメージ調査の題、こちら。はい、じゃじゃん。この中で一番しっかりしてそうなメンバーは？きたーきたー、これ大事ですよ、しっかりのイメージ。これはいけるぜ。調査してんね、今。はい、そうです。いやいやいや、おー、ありがとう。ファンの方も、ありがとうございます。初めての方も、おー、ありがとうございます。今ね、はい、なになに、あ、このね、ちょうどここに写真あるんですけどね、同じパネルが、このパネルをね、見てもらって、うんうんうん、誰が一番しっかりしてるかっていうのをね、今指さしてこう調査をしてもらっております。この写真やったら負けへんな。この写真やったらいける。これやったらいける。これダメこれやったらいけると思う、エリー。だってな、もうまず聞いてな、はいはい、私ね、こう見えてね、歯科衛生士の国家資格持ってるんですよ。あー、プラス、はいはい、ドローンの免許も持ってるんですよね。はいはいはい、ドローン、ドローン、ドローン。いやいやいや、怖いですよ。でしょ、何やってるんですか。アイドルですよね。アイドルやで、ね。そんだけ資格持ってるし。でも国家資格って言ってもさ、勉強しすぎて円形脱毛症になった上にギリギリって受かったやつやろ。回すなー。円形脱毛。でもね、国家資格、うん、その国家資格一つだけでも持ってるのもすごくない？うん、あー、確かに。なあ、自分ら持ってへんよ。私3つ持ってるもん。3つ持ってるんですよ、私。何？初耳。え？なんで知らないですか、逆に。え、なになになに、すごないこのアイドルユニット。一つ目は、うんうん、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格、うん、特別支援免許状って、あの障害者支援の免許を持ってます。 あと民間も合わせていきます。民間も合わせると、うん、生活アドバイザーと化粧品検定3級2級と語彙読解力検定持ってます。なんかすごい真面目。いやいやいや
もうエリリンをあの支援して生活アドバイスしたい。したってマジで今大変やから。じゃあね、じゃあね、巻き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 結果出たって。誰が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 結果は、じゃないですか。そんなこれね、該当アンケートね2ポイント選手なんですよ、うんうん、ほうほう。だからもう2人が答えたってことですね。イエーイ、速攻黙ったね。違う答えいきましょう、貫禄見て答えは何がやねん。はい、じゃあ次行きましょう、はい、続いての調査こちら、はい、この中で一番しっかりしてなさそうなメンバーは。これはもう決まりですよ、うん、これも一択やで、これどちらかやで、はい、イエーイ、二択です、イエーイ、二択です、イエーイ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 、あ、女の子、あ、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、しっかりしてますんで、どこがしっかりしとんねん。もういつもいつもライブハウスたどり着かへんやん。今日もライブハウスたどり着かへんかったやん。そうですね、それは否定できないですけれども、もうね、パネルでももう絶対もう一択やん。そう、あの顔では分かんないんでね。あなたも十分バカそうですよ。じゃあ動いてるエリアやったらあれかもしれんけど、パネルやったらいける。いや、今動いてるエリア映ってるんですよ。バカですか。しかもあのキャッチフレーズ言うてみ。はい、天然 KY 爆弾エリリンこと赤本エリです。その時点でバカよね。キャッチフレーズ2回ぐらい間違うんですよ、ライブの時。勝手につけられたんです、これ。嘘つけ。私言いたくない。いや、どうでしょうね。でもこれ結構まだ時間かかってるってことは、みんな、うん、結構しっかりしてなさそうに見えてるんちゃいますか、表が割れてるってことやな、はい、っていうか、あるの、エリリンはしっかりしてると思ってたの、自分のこと。絶対しっかりしてる。だって私これ今さっき言いたかったけど、うんうん、あの某国内大手生命保険会社、うん、はい、ちょっと働いてることあるんですけど、うん、はい、それで営業成績が南大阪で7位です、うん、これは、うんうん、150、60人中7位。うん、いや、わかんないし、どんだけすごいことかっていうのが。営業成績ってことは、うん、枕営業してたの。あるか、そういうことですね。私が過ぎますよ、じゃあ。営業成績してないから。7位の営業成績。枕営業して7位してるもだったね。そこそこ人気ないよ。してませんからね、皆さん。でも結構すごいね、テンシックスね。すごいですね、うん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 、資格の持ち主があるね。 あ、出た、ゲームなの。結果出ました。結果は、オッケー、結果 は、ジャカ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 、え、リナ、誰誰リナ、誰、なになに、韓国語、いやーい、バカやん。え、そんなアホそうな顔してないんですけどね。してるしてるしてる。ちょっとね、眠たかったこの。多分全部全部アーミーだ。マジで。全部アーミーやと思う。顔からそうなんや。皆さんその通りですよ。じゃあね、ちょっとアーミー聞いてみたいことあんねん。はい、何何何。このパネルを見せて、一番あの彼女にしたい人誰かみんなに聞いてください。おお。これは負けへんで。色気担当やから。そうですね、いや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 、冒頭ですごい色気出してましたもんね。こんな髪の毛色んな色に染めてる人いるやろ。こんなカラーこれ。キレキレキレ。一番ディズニーランド行きたいタイプやろ。絶対エリとったらめっちゃ楽しいから。いやいや、疲れる疲れる。エリこんな店行きたないし。みんな落としにかかってるな。でもさ、あのもうバレンタインやんか、うんうん、バレンタインのなんかチョコレートの思い出とかあったりする？エリアンデル。え、そうなんですか？小学校の頃、手作りチョコを作って、うん、大好きな男の子に渡したんよ。おうおう。で、その男の子、次の日学校熱出て休んだ。何入れたんですか？塩入れてんけど、塩甘くするために塩入れてんけど、多分その分量を多分めっちゃ入れすぎたら多分絶対付き合いたくない。やばい。でも今はちゃんとしてますから。え、アンジュはなんかあるの？私はね、小学校の時に、うん、同じ学年の男の子全員にチョコあげてましたね。ちょんろ。バラマスねみたいなんでめちゃ配ってました。バラマスね。思わせぶりか、ホワイトデーをめちゃめちゃもらうことを返してるか。そう、ドラえもんチョコが流行ってたのかな、うん、めっちゃ配ってました。バリハラグロ女や。私はクラスに一人いました。いや、こいつ、こいつ芝生の兄に役目やった。
いかいかいか、これ一番ドキドキする、ドキドキするな。結果は、絶対おかしい、絶対おかしい、みんな乗ろうぜ、なんで、やばいやばいやばい、心がやむよ。え、アンリ絶対嫌や、絶対嫌やできんけど、ちっちゃいだけやね、145センチ。皆さん目がおかしくなっちゃったんだよね。ちょっとね、多分エリリンあたりのエピソード聞いて目がおかしくなった。そうですね、はい、はい、ということで以上、はい、つながれテンシックスのコーナーでした。はい、ありがとうございます。嬉しい、うんうん、ということでですね、はい、今後の告知もさせていただきます。はい、はい、私たちテンシックス結構ライブをやってまして、はい、一番直近では、2月の11日、こちら、天禄のフリーダムビルというところで無線のフリーダムライブがあります。こちらちょこっといいことがあるかもしれません、ちょこっと、はい、はい、で13日も大事なライブがあります。はい、はいはい、13日はですね、私が主催するライブに、うん、なんと R さん、元相内里奈さんが来てくださいます。すごい、ゲスト出演ですよ、ね、はい、あのコナン君の曲も歌ってた感じですよね、うん、はい、はい、すごいでね、こちらもかなりチケット代も出してくれてます。あ、雨村ビヨンドです。はい、会場よろしくお願いします。はい、お得です。はい、めっちゃ安いんですよね。はい、そうです。はい、で直近では明日ですね、2月10日私赤星エリが、アベノルシアス15階のスカイコーちょっと待って、フジステスペシャルに出演させていただきます。観覧無料ですので、どうでもいい、ほんまにどうでもいい、観覧無料ですので皆さんぜひぜひお待ちしてます。そしてね、私たちテンシックスは、ただいまケンコバのバコバコテレビというね、はい、番組にもレギュラー出演させていただいてます。はいはい、京都 KBS は日曜日ですね。はい、で、サンテレビは金曜日です。はい、はい、1時15分からやってるので、ぜひぜひ皆さん見てください。はい、でね、今、サードシングルは FM8023 の CM ソングにもなっています。はい、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんじゃあこの街頭の写真も撮って、ツイートなどもよろしくお願いします。お願いします。こちらですね。はい、こちらフォローしていただいて、ハッシュタグ10-6と RVJJP をつけて画像も載せてツイートしてください。はい、するとチェキが当たります。はい、いっぱい応募してね。はい、ありがとうございます。それ以外にね、皆さん、あの、はい、10-6可愛かったっていっぱい書いてね、うん、あ、よろしく、本当にお願いします。10-6最高とか、誰々と付き合いたいとかね、言ってください、ね、って言って待ってるよ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ、気になった方はね、10-6でも検索してみてください。うん、はい、はい、はい、それではね、はい、以上、私たち10-6でした。はい、この後はサードシングル FM8023 でも流れている大阪ラズベリー、お聴きください。お、めっちゃ手振ってくれてる。お、ありがとうございます。ありがとう、大阪さんも入れてくれる方も、ありがとう、寒い中ありがとう。あのね、サードシングルはね、全国でも発売しているので、うんうん、よかったら皆さん、あの iTunes とかでもね、流れているので、うん、そうや、はい、そうや、そうや、はい、ぜひ聴いてください。めっちゃいい曲ですよ。はい、バコバコテレビのエンディングにも流れてるんで、はい、よかったら皆さん見てください。そしてね、今私たち YouTuber にもチャレンジしてるので、よかったらぜひ10-6で検索して YouTube も見てくださいね。YouTube だいぶすごいこと言ってますからね。だいぶやばいです。はい、それではね、はい、曲いきましょうか。はい、はい、私たちのサードシングル大阪ラズベリーの映像と合わせてご覧ください。どうぞ。